ザバナーサーガはストイックスタジオ開発バーサスエビルが発売したタクティカル RPG。日本ではプレイステーション4で2016年9月1日配信。北欧神話をモチーフとした架空世界を舞台としたゲームで人間を見下すドレッジと呼ばれるものとプレイヤーのキャラワンの戦いの物語。二人の主人公を操作できるがストーリーは最終的に一つに合流する。 プレイヤーの選択によって変化するインタラクティブストーリーが特徴。バイオウェアから独立した3人によって設立されたストイックスタジオのデビュー作。キックスタータークラウドファンディングプラットフォームから資金提供を受けた。手書きのアニメーション、アートスタイルはアイバンド・アール、ラルフ・バクシ、ドン・ブルースにインスパイアされている。音楽はオースティン・ウィントリーが ダラス・ウィンド・シンフォニー演奏で制作した。発売前、バナー・サーガ、ファクションスのタイトルで、スタンドアローン版が無料で配布された。発売時から批評家たちにアートスタイル、戦闘、ストーリーが賞賛された。続編として、ザ・バナー・サーガ2、ザ・バナー・サーガ3がある。開発中のターンベースの戦闘コンポーネントの、クリーンショット本作は、インタラクティブストーリーで、 プレイヤーの選択によってイベントが発生することもある。二人の主人公を操作できるがストーリーは最終的に一つに交流する。ファイナルファンタジータクティクス、シャイニングフォース神々の遺産に影響されたターンベースのシングルプレイストーリーでプレイヤーは補助能力を持つキャラクターをパーティーを編成、操作できる。若年の一人の主人公に焦点を当てたり、商品を買ったり、 敗北後にセーブされているデータを再ロードするなどしてアクション思考のコンピュータ RPG のよくあるパターンを意図的に回避している。代わりに開発者はプレイヤーのキャラバン全体の話でプレイヤーが敗北しても結果を受け入れることを促す意図があった。人間を見下すドレッジを中心に率いているベロアたちと戦う。戦争のために送られてきた放浪軍は ベロアの弱点を発見。キャラワンはバルル男たちの運命を決める苦渋の決断を下す。一方、オロチが大地震を起こし、世界が暗闇に包まれる。第2章では、軍隊がアーベランの街に進軍。ボールバーク率いる、傭兵部隊レイブンズは、ベロアの体を調べるためにマナハーへ向かう。発売前、ターンベースのマルチプレイ戦闘コンポーネントが、スタンドアローン版。 ザバナーサーガファクションスが、スティームで、無料配布された。期間は2013年2月18日から2月25日まで。プレイヤーは16のクラスから6人の戦闘メンバーで、チーム対戦が可能。主に、ユーザーインターフェースに、ストランドの街を使用。レイヤーは、プレイモード、その機能にアクセスするため街の建物を選択。ストイックスタジオは、 ストーリーが進むにつれて街も変化するとしていた。人間とバルルズと呼ばれる巨人のような生物が住む世界で物語が始まる数週間前、太陽の動きが止まり永遠に夕暮れ時となったバイキングの伝説的世界で古来より絶滅しているとされてきたドレッジがすべてを抹殺するために現れる。西のバルルバグニーは古くからの友人のン、バルルの元戦士のウビン。 祭人エリックなど何人かの仲間たちとバルルノと、グロフハイムで同盟を締結するためアーベランの王子のルディーンを護衛していた。だがベドレフェルの街でドレッジと遭遇したバグニーが殺され、ハコンがキャラバンの指揮を取ることになった。彼らは道を行くと、キャラバンが何度もドレッジと遭遇、リチホーンの遺跡を巡りながら、塔の頂上に女性の死体とそばに気絶した男。 エイビンドを発見、彼を助けた。さらに進むがエイビンドは、同伴者がまだ生存していると信じて、ハコンに、リジーホーンに戻ることを無駄足かもしれない上で、お願いする。キャラワンは、クロフハイムに到着、だがドレッジに侵略された後だった。国の反対側では、漁師のルークと娘のアレットがスコガーの家付近で一体の、ドレッジと、遭遇、急いで町とバルルの友人。 イベールの元へ向かい、ドレッチに襲われた村を見つける。族長の妻アドリフ、村の生き残りたちとフロストベルアの町へ逃げる。だが、町も安全でないことが分かり、避難場所を探し求めるが仕方なくアイナータフトのバール要塞に避難する。アイナータフトのバルルは最初は人間を入れる、こと拒否するが長らく行方知れずだった、インバーと呼ばれる伝説的存在のイベールが彼らを説得する。 アイナータフトでは、ルーク、アレットとその仲間、ハコン、ルギーン王子、クロフハイムに取り残された後に要塞に避難した者たちがいた。彼らはバルルの王、ジャーンドアと会う。アイナータフトが、ドレッジと無敵のベロアに包囲されているという絶望的な状況であることが判明する。王は、ビバーとの戦いで腕を負傷、取に通じる橋を壊さず、皆は、 敵と戦うしかなかった。エイビンドがベロアを邪魔してイベールを救おうとすると遠くからオロチが現れ戦闘、ドレッジがおののいて交代した。一方、ハコンが遺跡でエイビンドを見つけた時そばにいた女性、ジュノが目覚めるとオロチが彼女を殺そうとしていた。だが失敗、彼女はオロチと話すと世界に残されたものを飲み込もうとしていたことを伝え、 世界を支配する暗闇に深く悩まされているとする。ダイジャが去った後、ジュノはエイビンドとコンタクト、シーゲムの街の南側で彼女と打ち合うよう促した。エイビンドはシーゲムへ向かうことをルークに嘆願。ルークも同調して、アイナータフトの運命はもう決しているとして、ウビンや他の生存者も数時間後には陥落すると危機感をあらわにした。 キャラバンがシーゲムに到着したがジュノが見つからない。ルークは、要塞都市ボースガードが唯一の希望でそこに避難すると決める。バルルのボールバックが率いる傭兵部隊が支配するボートが残っていない混乱待った田中の別の街を見つける。ボースガードは海とドレジの群れの間に挟まれている。毎日多くのドレジとの攻防があるが備蓄がなくなり、 戦闘が広範囲に及ぶとルークたちは、唯一の希望として船を建造する考えがある。街が陥落しそうになった頃、ハコン、ルディーン王子、アイナータフトを逃れたバルルの軍がジュノに救われる。安心もつかの間、ベロとドレッジがやってくる。ジュノはルークにの手を借りつつ、魔法の矢を作る。 ベロアが負けると、ドレッジは、敗走、死にはしないが矢が、相手の心を打ち負かし、昏睡させる。プレイヤーは、ルークかアレットのどちらかが矢を放つか選択することになる。矢は、ベロアに当たりドレッジも敗走するが、ベロアが相手を、殺してしまう。しばらくの後、ルークとハコンのキャラバンは合体して殺された相手との、最後の別れ。 葬儀を終えた後、悲しみに暮れる中新しく作られたボートを、ボースガードとレイブンズに残す。コンセプトアートワーク開発者のアレックス・トーマス、アーニー・ジョーガンソン、ジョン・ワトソンは、スター・ウォーズ・ザ・オールド・リパブリックを制作した後、バイオウェアを退社、自分が楽しめるゲームを作ろうとした。この計画は、クラウドファンディング・キックスターターで、資金調達した。 2012年3月19日に受付開始されたが、翌日には目標の10万ベイドルに達した。最終的に2万42人から72万3886ベイドル集まった。制作のために集められた開発者は、使い古されたエルフ、ドワーフ、オークといったダイナミックなものを避けるために、バイキングからインスパイアされたファンタジー世界となった。 1959年のディズニー映画、眠れる森の美女のアイバンド・アールのアートやラルフ爆死、ドン・ブルースの絵に影響を受けた本作は主に手書きのアニメーションシーケンス、文字、背景である。開発者たちはゲーム・オブ・スロー・オンズ、ザ・ブラック・カンパニーのような大人たちのための成熟したゲーム作ろうとした。彼らはキャラクターとの関係を築き、 選択肢によってストーリーを構築することができるようにしたのは、プレイヤーを感情的にゲームに関与させるためだった。オーケストラなメロディは、オースティン・ウィントリーが制作、ナショナル・アカデミー・オブ・ビデオ・ゲーム・トレード・リベアーズで、新規 IP として、オリジナル・ドラマティック・スコアにノミネートされた。ソリストは、マルカー、ピーター・ホーレンス、ヨハン・シュガー・ターソン、テイラー・デイビスで合奏したのは、 ダラス・ウィンド・シンフォニー。アメリカ、テキサス州のマイヤーソン・シンフォニーセンターで録音された。本作はメタクレティックで全体的に肯定的なレビューを意味する82、100のスコアを獲得。iOS 版は90、100で全般的な賞賛とされた。イングンでは芸術性と選択肢で左右される多数の物語の両方で優れているとした。批評家は手ごわくだが、 やりがいのある戦闘システムを厳しいとした。だが、サウンドトラックが美しく、ゲームプレイの仕組みを理解しやすかったとしている。ユーロゲーマーは戦闘のパターンに欠けること批判、芸術性とエレガントな戦闘システムを賞賛した。ハードコアゲーマーはディープで魅力的な戦闘や、機能品質と生産価値を賞賛した。ゲームスポットは7、10のスコアで、 面白いアイデアと楽しい戦闘で多くが美しいゲームとした。ユーロゲイマーは8、10のスコアで爽快感のある戦略的な RPG で魅力の感じる物語を提供しているとした。ザバナーサーがコンプリートパックはドエラーズインクルーデットアウォーデドで4点を合格得、プレイした時最初にこのゲームがどれほど美しいかに気づく。キャラクターのバックグラウンド、アニメーション、 ゲームのあらゆる視覚面で絶対的に素晴らしいと述べた。ファミツークロスレビューでは8、7、7、8の30点でシルバー殿堂入り。レビュアーは力と防御のどちらを削るかを決める戦闘が独特で戦略性が高いことやアニメションのグラフィックを称賛した一方で戦闘のインターフェースを少し扱いやすい方、欲しいかったセーブがオートセーブのみ、 ボリュームが少ない、ロードが多いことを指摘、物語はついては壮大で、魅力的としたものと固有名詞が多くて、説明不足、飲み込みづらいとするもので分かれた。また、ベストピカーファイスウィーク、今週はこれを変え。では、同じ号でレビューした10作品のうち、レビュアー6人中1人が本作を選んだ。イグンジャパンでは8.4、10のスコアで、世界観、ビジュアル、 音楽、独特の戦闘、メカニクスを称賛、ストーリーテイリングがぎこちない、リソースマネジメントが単調だと批判した。また、慣れが解決してくれるとして、日本の RPG に影響を受けているが日本では、馴染みのないプレイヤーを、あなたと呼びかけることで戸惑わせる、誰が喋っているのかわからなくなる会話シーンを挙げた。ザバナーサーガには2014年12月発表。 2016年4月19日発売ミニチュアゲームザバナーサーがウォーバンズが2015年8月発売前日短小説ザギフト・オブ・ヘイドレ・ボーグがジェームズ・ファディリー作で2016年8月発売2017年1月ストイック・スタジオはザバナーサーが3の制作のためキックスターターでクラウドファンディングを開始した2017年3月 416,986ドルに達して目標金額200キロドルをクリアした。ありがとうございます。